か、長島工作か、長島工作の登場人物か、長島工作の登場人物は、広金賢治の漫画、か、長島工作シリーズに登場する架空の人物の一覧である。島工作の顔が描かれた岩国市交通局のバス、以上の人物のほか、ヤング編、第4巻 STEP38 において、かスゆわか式による一酸化炭素中毒死傷事故を受け、 高木という人物が社長として謝罪会見に出席し、その後隕石辞任する記述があるが、詳細は不明。主要な登場人物の多くは、老若男女問わず肉体関係の当事者であることが多く、しばしば愛人同伴で海外出張に出かける初芝役員もいる。また、太めの女がコミカルに描かれているが、それらの登場人物は、島と、 愛人関係を持つことがない。大正15年に創業。当初は町工場であったが、経営の神様と呼ばれた創設者吉原のカリスマ性もあって、世界有数の家電メーカーへと成長する。本社は東京の丸の内地区にあり、湘南と熱海に研修所を設けている。初芝連さんの歴代社長には、営業や経理出身者が多く、 技術系出身者が少数である点は、電気メーカーとして異例である。第10代社長の松橋は創業者の吉原を除けば、唯一の技術畑出身者。戸間部地、中澤は、営業畑、岡林、勝木は、経理畑出身。大泉は、元銀行員、万亀も、元広報室長であり、小売山も入社当初こそ、ステレオ事業部だったものの、 海外勤務が長かったため、初芝電産は、理系が主流とは見られていない。なお、初芝電産社長ではないが、島は広告、宣伝畑出身、御用電気社長の勝浦は、技術畑出身である。国部は、高生卒だが、中国勤務が長かったので、郡山と同じように考えられる。ありがとうございます。